ウゾらしいか。これはいい。お父さん、ちょっといい？どうしたのよ。いやいや、方言だよ、方言。あのな、熊本の方じゃ可愛いってことをそういうらしいんだ。あ、そう。ね、お父さん、お願いがあるんだけど。今回だったらこの間渡したばっかりだろ。うん、そうじゃなくて、あの、実は彼に。はははは。何よ。あっぱ。ちょっとお父さんってば、あの。トラコ、この意味わかるか。え？圧迫性。圧迫？準備 OK か。そんな、もやお父さんも、あの、ちょっと大事な話が。わからんだろうな。いいか、これはな、うんち臭いっていいことなんだそうだ。新潟の方言なんだかな。そうで、え、頼みというのは何だ。 あの、実はあの、彼に会ってもらいたいんだけど。彼で温まった。いや、彼に。亀に。彼に会ってもらいたいのよ。母さん、この間木下君にもらった草屋の干物、まだあったかな。ねえ、いいでしょ。あの、今度の日曜日にうちに来ることになってるのよ。騙しにか。騙すだなんて、うずらさんはそんな人じゃん。広島県佐伯郡では突然にのことを騙しにという。会ってくれるわね、彼に。亀に。亀じゃなくてうずらさん。うずら。ええ、彼、あの、うずら喜八郎っていうの。ちょっと髪の毛薄いけど、とってもユーモアがあってね。それで、ね、それはどうした。お父さんったら。なんでわしが頭の薄い髪なんぞに合わなくちゃいかんのだ。ねえお父さん、真面目に聞いてよ。草屋はまだか。私たち真剣に結婚のことを。結婚だってまだ早い。私今年で45よ。とにかく結婚前から娘の父親に会いたいなんぞという髪にろくな髪はおらん。ああ、おい母さん、なんだこのヘドが出そうな匂いは。まさか草屋を焼いとるんじゃないだろうな。お父さん、自分で何言ってんのか分かってんの。うるさい。とにかく父さんは、亀は嫌いだ。父さんのバカ。トラコ。トラコ、トラコ、トラコ。トラゴ。これ何何。これ香川県小豆島ではナマコのことを言う。海中での形態が米俵を小さくしたような形をしているため、俵の子、つまりトラゴへと変化した。あ、やめて、いけない。